クリシュトフ・ハラント・クリシュトフ・ハラントスポールジッツは、ベスドルジッツは、チェコ人の貴族、軍人、テロリスト、文人、音楽家。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世への側近。白山の戦いで、プロテスタントとして、反乱軍に組みした角で、カトリック勢力によって処刑された。作曲家としては、フランドル学派に習った流麗なポリフォニー音楽を、残している。声楽家や優れた。 悪期奏者としても知られた。ボヘミアのクラトボイ近郊にあるクレノバー城にて生まれる。インスブルックにおける、シュタヤー・マルク公、フェルギナントの宮廷で、早期教育を受ける。1593年から1597年まで、兵役につき、タイオスマン帝国戦争に従軍する。1598年から1599年まで、聖地巡礼に赴き、帰候分、 ボヘミアから聖地への旅、ベネツィアを経て、航海へ、は1608年に、プラハで出版された。1614年から1615年まで、外交施設の一員として、スペインに赴任。1618年に、プロテスタントに改修し、カトリック勢力と敵対する武装を民兵に、砲兵として参加。戦闘の最中に、ウィーンの宮殿への砲撃を指揮する。 しかし内部に皇帝がいたため、後の裁判時に、これを非難されることとなる。1620年に、白山の戦いにおいて、バイエルン戦帝皇、マクシミリアン一世とティリー伯爵、ヨハン・ゼルクレスの連合軍によって、新京都チェコ人勢力が敗走し、その後に皇帝軍によって、プラハが略奪されると、ハラントは反乱の他の首謀者と共に捕獲され、 大社を願い出るも叶えられず、1621年に、プラハの旧市街において斬首された。ハラントの作品は、カメラータのモノディカ曲の影響を受けていないという、点においては、保守的である。16世紀のフランドル学派の影響を受け、低旋律ミサ曲を作曲した。現存作品は7曲しかなく、いずれも、声楽のための宗教曲である。 低旋律ミサ曲の一つは、ルカ・マレンツィオのマドリガールに基づいている。つまりこの作品では、イタリアで最も人気のある進歩的な作曲家の旋律が、一世紀前の古い作曲技法に結びつけられている。皮肉なことだが、ハラントが処刑される、直前の1620年に、ハラントの作曲したミサ曲が、プラハのカトリック教会で盛大に演奏されたという、ありがとうございます。